放送席、そしてファンの皆さん、お待たせしました。ヒーローインタビューです。今日は投打のヒーローにお越しいただきました。見事今シーズンの8勝目を手にしました伊藤将司投手、そして貴重なスリーランホームランを放ちましたマルテ選手です。まずは伊藤さんからお話を伺います。チームの連敗も止めて見事8勝目を手にしました。まずは今のお気持ちから教えてください。はい、連敗ストップできて本当にホッとしています。前回登板も好投したドラゴンズ相手でしたが、今日はどんな気持ちでマウンドに上がっていましたか？そうですね、前回もいいピッチングできたんですけど、まあ、今回もしっかり試合を作ろうとして臨みました。7回2失点というピッチング内容でしたが、ご自身で振り返っていただけますか？そうですね、やっぱり野手の皆さんに援護点を取ってもらったので、まあ、自分はホームラン2本打たれちゃったんですけど、まあ、その中で今日勝ちたのは本当に良かったです。野手のその打線の援護で言いますと、大山選手の先制ツーランホームラン、そしてマルテ選手のスリーランホームラン、この2本はベンチからどのようにご覧になってましたか？そうですね、大山さんとマルテにホームランを打ってもらったので本当に嬉しかったです。さて、負けられないシーズンの終盤も迎えていますが、伊藤さん自身はルーキーながらここまでローテーションをしっかりと守ってきています。改めて今どんな思いでプレーしていますか？ここまで来たのでしっかり最後まで投げ抜きたいと思います。シーズンも残り1ヶ月、勝負の10月を迎えています。では次回登板に向けて、ファンの皆さんに向けてメッセージをお願いします。一戦一戦頑張りますので、ご声援よろしくお願いします。まずは今シーズン8勝目を手にしました伊藤将司投手にお話を伺いました。続きまして、貴重なスリーランホームランを放ちましたマルテ選手にお話を伺います。マルテさん、今シーズン甲子園では初のヒーローです。今どんなお気持ちですか？Sí, la primera vez, la verdad que muy contento, porque sobre todo nos llevamos la victoria y vamos a seguir jugando fuerte para seguir ganando juego y hacer la pampara. そうですね、初めてですね、こうやって自分のホームランが勝利に結びつくことができて本当に嬉しいですし、まあ、これからもチームの勝利のためにラパンパラをいっぱい届けたいなと思います。そのホームランですが、ツーアウトランナー一塁二塁、ワンボールからの2球目でした。どんな狙いで打球を放ったんでしょうか？Bueno, la verdad es que estaba enfocado en coger buen turno al bate y conseguí un buen picheo en la zona para poder pegarle fuerte y gracias al resultado fue positivo y nos fuimos arriba ahí. そうですね、しっかりと、いい打席をとりあえず送ろうと思ってましたし、ゾーンに来た球を強く打つことだけ心がけてましたし、まあ、その、ね、いい結果がこうやって現れてチームも勝利できて喜んでいます。今日のホームランでマルテさん自身来日初の20号到達となりました。この点はいかがですか？Bueno, la verdad es que muy contento con la fanaticada, mi compañero, por darme siempre el apoyo y estoy muy contento por ello y seguiré jugando fuerte hasta conseguir la victoria y el champion, que es lo que queremos. そうですね、嬉しいですね。こうやって、ファンの方々の前で、そしてチームメイトの前でこうやって自分の嬉しさを共有できることができたので本当に嬉しく思いますし、これからね、しっかりいい戦いがつくのでチャンピオンを目指して頑張りたいなと思います。では最後にマルテさんにファンの皆さんと一緒に締めていただいてもよろしいですか？Bueno, la verdad es que me gustaría que los fanáticos me acompañaran a cuando yo cuente hasta tres, hacer la pámpara, por favor.
皆さんに 1,2,3 というのでみんなでラパンパラ一緒にお願いできますでしょうか。アルミアルミ1,2,3 ラパンパラ。今日のヒーロー伊藤将司投手とマルテ選手でした。放送席どうぞ。ラパンパラで大いに盛り上げてくれましたマルテ選手、そして伊藤投手のヒーローインタビューでした。続いては矢野監督の勝利監督インタビューです。それでは勝ちましたタイガース矢野監督に伺います。連敗ストップのゲーム、まずは4回、4番大山選手のツーランホームランで先制点、大きな点入りましたね。そうですね、ちょっとねチャンスも作ってたんですけど、まあね風が運んでくれたところもあったんですけどね、はい、いい2点だったと思います。そして5回はツーアウトランナーなしから1番2番が出塁、3番マルテ選手のスリーランホームランでした。そうですね、1点1点というのもねもちろん攻撃の中で大事なところなんですけど、やっぱりホームランでこう3点というのは、流れがね一気にこっちに来る、バッティングをしてくれたんでね、はい、素晴らしいホームランでした。3番4番に一発が出たっていうのはこの後の試合に向けても大きいじゃないですか。うん、まあそれをね、どうするかっていうのは、選手自身というか、まあ、僕らも応援しながら後押ししていきますけど、まあ、つなげてね行ってもらえるようにやっていってくれると思います。投げる方ではルーキー伊藤将司投手が7回を投げて2失点、このピッチングに関してはいかがですか。いや本当ルーキーでねこう1年間ローテーションを守るっていうのは簡単なことじゃないですし、調子の波がね、あってもおかしくないんですけど、まさしもね後半に来てもまさしらしい投球をしっかりしてくれてるんでね、本当に立ち上がりも素晴らしいピッチングでしたし、まさしが流れを作ってくれましたね。6回もピンチで4番ビシエド選手を抑える場面踏ん張りましたね。そうですね、あごは流れの中でね一番どうしてもあごまさしでねあごで切ってほしいというところでね、粘ってくれたんでね、あの1球素晴らしい高さのね、いいボールでしたね。そして8回は昨日の今日でありますけども、岩崎投手貫禄のピッチングでした。まあもうスグルはねもう任せるピッチャーですし、僕らの信頼は何も、昨日何かあったから変わるものでもないですし、もうスグルにはもう任せてるんでね、はい、あとは、応援するだけですね。さあ月が変わって今日で連敗ストップ、明日以降へ向けて一言最後にお願いします。そうですね、毎日ね、こう優勝争いの中で戦うというのもね本当に僕たちいい経験できていると思いますし、まあ正直苦しいですけどね、苦しい中でもみんな何とかしようという気持ちで戦ってくれてるんでね、これが成長につながると思いますし、本当に強いチームになっていけると信じて明日からも戦っていきます。どうもありがとうございました。矢野監督でした。